パイパンの研究ってありますか？メリット、デメリットを知りたいです。男の、ということで。あー、男性のパイパンの研究か。ごめん、男性のパイパンの研究は見たことないんだよね。ただ、メリットの方が多いです。はい、なぜかっていうと、やっぱもともと日本人みたいにしょっちゅうシャワー浴びたりとか、こう清潔さを保っている民族って少ないんですよ。だからシンプルにケジラミとかの、が生息してしまう可能性があるって、そういうデメリットが大きいと思うんで、正直あるメリットは特にないと思うんで、全然パイパンでいいと思いますよ。それは。で、あと女性に対してもすごく良くて、例えばですけれども、なんていうのかな、男性ってね、動くじゃないですか。動いた時によく、中で女の子を行かせたいと思って男が頑張ることあるんです。あれ実はね、中で行ってるんじゃないんですよ。その女性の外部に出ているそのクリトリスとかに、男性の恥骨部分だったりとか当たるんですね。で、これによって快感を感じてるんです。実は。実は外部刺激なんですよ、あれって。内部も若干あるんだけど、奥はそんなに関係ないんですよ。よっぽどのことがない限りは、それで、実際に中で行ける女性とそうじゃない女性を比べると、入れる穴の位置と、そのクリトリスの位置っていうのの、この距離で、ほぼ、行けるかどうかが分かるっていう研究があるんですよ。まあ、近ければ近いほど行きやすいんです。要するに男性の体が当たるので。で、ただここでデメリットがありまして、快感っていうのは痛みの方が優先されちゃうんですよ。つまり、気持ちいいって感覚よりも、痛みが入ってくると、この気持ちいいって感覚が全部麻痺しちゃうんですね。だから、擦れたりとかして女性が痛いって感覚になってしまうと、このデメリットが出てきてしまうので、男性は普通にレーザー脱毛とか言ってパイパンにした方がいいです。そうすると、この、程よく当たるですね、メリットっていうの、快感っていうのを、女性に与えることができて、同時に毛によって擦れて女性側に痛みを与えるリスクを減らすことができるんで、メリットしかないというふうに思います。ただ、うっかり、ちょっとゲイゲイしい人がいる、温泉とかに行った時にパイパンだと、あ、こいついけるんじゃないかと思われてしまう可能性はあるので、それぐらいがデメリットかな。はい、他はないと思います。切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それでは、バイバイ。